もいたりとか、あと起業したりとか、まあ、そこが見えてきますので、まずは個別にご相談いただければと思います。はい。ということで、えー、と皆さんのご相談も紹介しながら、今日はこのグローバルと専門性、えー、についてお話していきたいと思います。入住さん、よろしくお願いします。はい、お願いいたしますあの。本当に今、キャリア戦略、キャリアについてのご相談、お悩み、非常に多くいただいております。で、まあ、あのこの現状、足元の状況とかですね、を見る限りは、 まあやはり、まあ、日本企業の従来型の、まあ、ジェネラリスト思考では、もうこの先やっていけないんだろうなというふうに皆さん思っているということのようです、す、まあ、それがまあおっしゃる通りだと思うんですけれども、やはりそこからじゃあ、まあ、専門人材とかスペシャリストとか言うけれども、あのどうやっていったら、どこに進んだらいいのかよく分からないとか、何をしたらいいかよく分からないんです。 とか自分が何ができるのかよくわからない、どうしたらいいのかわからないっていう、皆さん、やはりこういうその時代のこう変遷のタイミングというか、大きくそのシフトするときていうのは非常にその悩みが多くなると思うんで、我々に相談していただければ間違いなくまあ1時間でまあ40分ぐらいですね、最近30分ぐらいでもあの皆さんの悩みはあの一撃で解決しますので、ぜひ早めにあの自分で悩まない方がいいです。皆さんの頭の頭中 皆さんの脳の中にそれこそあの答えはないので、あの我々の脳を使っていただいた方が、アルファの,そのデータベースというか、まあ、大量のノウハウ、実績、今まで15年の,です、ね、あの蓄積があるので、はい、ぜひ早めにその脳を、あの我々の脳のデータベースを取りに来ていただいた方がいいかなというふうに思います。で、今日はあの特にそのグローバルにおけるそのキャリア戦略の考え方というののまあ基礎編ですね。 基礎編なまあ、その1って一応書きましたので、まあ、その2とかその3もちょっと時間を見つけてやりたいと思います。今日はまあすごいベーシックな、今何が起きていて、で、まあ、専門人材って何なのかとか、まあ、日本企業と何が違うのかとか、その日本企業で働いている、その専門性のない自分が今後どこに行けばいいのかっていうあたりを解説したいと思いますので、もうぜひ、これも本当保存版なので、ぜひ見ていただければと思います。 ははいではまずはこちらの方ですね。あのまあ、どういうキャリアをこれから目指していけばいいのかというまさにご相談でした。どこを目指しどのような資格取得、もしくは MBA。 えー、などを取得するべきなのかアドバイスがいただきたいです。将来像が見えないため、内面もぼんやりしており、恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。メーカー勤務で営業職から経営企画に移動、現在の位置からどのようなキャリアを目指し、専門性を磨くと、市場価値を高められて別の会社であっても活躍できる人材になれるのか悩んでいるとで。MBA だったり、証券アナリスト、ビジネス会計検定、データ統計スペシャリスト検定、もしくは UCPA など考えてはいるが、せっかく時間を使うなら効率的に、またより良い道があればアドバイスをいただきたいと。これはもうほとんどの。 えー、社会人の方が持っている課題なんじゃないかなと思いますけれども、はい、入住さんに回答していただきます。はい、この方はもうすでにあのつい先日あの、ご相談があってあの、もう40分ぐらいで非常に極めて明確に方向性をあのアドバイスしたのであの、それに向かっていかれているという状況ですけれども、まあ、こういう方が多いと思います。であのはっきり申し上げて、そのほぼほとんどの日本の企業で働いている人は、ジェネラリストなので、あのー 要は専門人材でではないといととうことですねであの専門人材って日本企業でどこにいるかっていうと分かりやすいのは例えばコーポレートですよね会計とか財務とかマーケティングシステムとか、まあ、ホームとかリスク管理とか、まあ、そういうそのコーポレートの人たちってあれね専門人材なんですよでも営業ってなるとそのいや例えばこういう缶コーヒーを企画して売ってます 企画して製造して売ってますっていう部門があったとすると、自分はそれをずっとやってると。じゃあ何の専門性があるんだろうって感じになるじゃないですか。まあ当然なんか営業っぽいこともしてるし、なんかいろいろ会議して打ち合わせもしてるし、なんかまあ一応製造も見てるし、うん、でもなんだろうみたいなね。商社とかもそうなんですよ。今日話した人も38歳ぐらいの商社、もうトップクラスの商社にいらっしゃる方ですけど、なんかいろいろやってるんですよね。いろんなビジネスを、まあ、国内外でやってんだけど、 じゃああなたはその何の専門家ですかって聞いたときに、いやー、うん、なんかこの業界はずっとこの業界なので、まあそれは詳しいですけど、点々点みたいなね。だからその自分が何のスペシャリストなのかというのをその全然考えずに、まあほとんどの日本人は生きてきて働いてきちゃってるっていうのが現状なんですね。で、一方で、そのコーポレート。 の人たちは、その会計とか財務とか、まあマーケとか、まあマーケは、統合的なマーケもあれば、部門に紐付いてるところもあると思うんですけど、テクノロジーとかね、ホームとか。なんかそういう人たちっていうのは、やはりもう最初から、もうそのことばっかりやるんで、相当ですね、実は引く手あまたというか、まあそこにあのグローバル経験とか MBA とか、海外大学院とかをもうちょっとアドオンすればですね、もうそれこそグローバル経営の人専門人材になるわけですね。 なので、本当、ちょっとした違いなんだけど、まあ、日本の会社でなかなかですねその商社であっても、その専門人材にあらずっていうところは、やはりその今までのその日本のそのジェネラリスト志向みたいな、ジェネラリストとして育てる、一生を終えさせるっていう戦略がもう破綻してきてると、ははまあ、実質破綻したっていう感じですね。はい、ねえ、みさん、なんかあの、経済産業省の大臣も、日本企業の期待はもうしてないみたいなことを言ってたでしょ。 まあ、そうですね、期待というか、やっぱりあの最近の起業家育成とか起業家排出っていうところにすごく力を入れてる文脈からも、もう大企業というよりは、まあ、海外にどんどん起業家を日本から排出して、まあ、アジア、ヨーロッパ、えー、アメリカとですね、まあ、そういうふうにあの頑張ろうみたいなふうに、やっぱり方針としては思ってるみたいかなというところと、あとはもう終身雇用で、とりあえずジェネラリストでなんかその、なんとなく日本企業に居座るみたいなキャリアは、もうそういうのをシフト、あのサイン・オブ・チェンジっていう。 もうあのどんどん変化のサインが来てますよねっていうのは、あのす,すごくおっしゃってたので、まあまあ、そうですよねっていう。なんか若い人も3年でみたいな。そうみたいですね、今、新卒3年以内に辞める人が30%と言ってたかな、それは3分の1はやる。1> 3分の転職だったり、企業だったり、あるいはでも1年目とか2年目の方のご相談、すごく多い。 だからね若い人の方がなんとなく時代の流れを読むのが、まあ、上手だなって読んで,で、ね、<laughs> あの例えばそれこそ本当トップ企業にでも、まあ、ここだと専門性つかないんでって言って転職,、はい、転職をしたりとか NBA、うん、とかその専門性の高い海外大学に目指される方、うんはい、この前もそれこそ、まあ、彼は278だと思いますけどもコンサルとかでやってた人で,で自分はなんかがんをがんの薬をもっと、まあ、いろんな理由があってがんの薬をもっと研究開発したいんで、まあ、そういう人をあの 今、コンサルでヘルスケアとか見てるみたいで,すでしたけど、その MBA というよりは、そのアメリカのパブリックヘルスの大学院に行ってで、そこにデータサイエンスが組み合わさったのを取って、でそ,その後アメリカのこの癌の,の非常に有名なその研究をしてる、まあ、あの場所があるんで、そこに入りたいみたいな、非常にしっかりしてますよね。 今までだと、まあ、とりあえず日本企業にいればいいかみたいな感じだったですけど、うん、この前、まあ、日本生命さんでしたっけあの、専門人材に5000万円あげるみたいな話もあった通り、もうどんどんね、今、専門人材も,うもうしかいらないし、どんどんこう多分 DX も進んでいって、もうその専門人材以外は、ほぼほぼ多分そのテ,テクノロジーに置き換えられる、AI に置き換えられるというふうに、まあ、なっていくと思うんですね。で、今、そのコンサルとかでも、なんかだ、どのコンサル行ってるのかよくあれですけど、まあ大体想像はつきますけど、 かなりの人材がこう余ってきてるみたいな話もあって、なかなかそのチャその AI の,その衝撃っていうのは、やっぱり知的労働者の仕事を結構奪うんだよねっていうのは、実はあの知的労働者に対してのプレデターが AI であるっていうのはね、やっぱりま普通に考えてそうなんで、やっぱりな頭のいい人たちがやる仕事も実はどんどんそのなくなっていくっていうか、昔ゴールドマン・サックスの,そのディーリングルームっていうか、 取引をを、ね、するところが、もう本当100人ぐらいいたんですけど、それがそのテクノロジー、AI を入れたことによって、フロアで3人で良くなったって話があって、本当それがあの日本全体で多分ここから一気に起きると思います。したがってそのの、残った3人になるのか、まあ、捨てられる97人になるのかっていうことは、たぶ起きてくるので。